ファイ for fighting は、ロサンゼルスのシンガーソングライター、ジョン・オンドラジックのソロプロジェクト。ジョン・オンドラジックは1965年1月7日、ロサンゼルスの音楽一家に生まれた。幼年期はピアノを習っていた。思春期になると、ギターの弾き方を覚え、作曲を始めるようになった。同じ頃の一時期、オペラも習っていたが、彼は早くから、 シンガーソングライターになりたいと決めていた。オンドラジックは UCLA に進学し、空いた時間で音楽をしながら、科学と数学の学位を取得して卒業した。54ファイティングというプロジェクト名は、アイスホッケーでファウルを犯した選手が5分間のペナルティを与えられるというルール名から取られた。オンドラジックは NHL のロサンゼルスキングスのファンである。当初、 イ for Fighting は4人組として、ファーストアルバム、Message for Albert は EMI より1997年にリリースした。後に、アメリカタウンの成功を受けて、キャピトルレコーズからも再発売された。バンドは、その後解散、オンドラ軸のソロ名として残ることとなる。2000年、イ for Fighting は、コロンビアレコーズとの契約に、サイン。 アメリカタウンは2000年9月26日にリリース。アルバムはあまりインパクトがなかったが、シングル、スーパーマンはアメリカ同時多発テロ事件後に参加としてヒットした。アメリカタウンはビルボードのトップ50に入ることはなかったが、コンスタントに売り上げた結果、プラチナムを獲得することになった。3枚目のアルバム、ザ・バトル・フォー・エブリシングは2004年の2月にビルボード20位を記録。 実験的に、デュアルディスクと呼ばれる片面が CD、片面が DVD になっているディスクで、ミュージックビデオ等を収めた同アルバムを発売した。5年後の2009年10月、プラチナムと認定された。2年後、アルバム、ツーライツを発売。2006年8月ビルボード初登場8位を記録し、オンドラ軸のキャリアでは、初のトップ10内に入るアルバムとなった。 ファーストシングル、ザ・リドルは、ビルボードで40位になる。セカンドシングル、ワールドのビデオは、様々なチャリティーにも使われた。ジョン・オンドラジックは、バックストリート・ボーイズや、ジョシュ・グローバン等、他のアーティストのための作曲、共同作曲も手掛けている。また、チキン・リドル等、多くの映画にもサウンドトラックを提供している。彼の5枚目のアルバム、スライスは、 グレック・ワッテンバーグプロデュースで2009年10月13日にリリースされた。タイトルトラックとアバーブ・ザ・ティンバー・ラインはアカデミー賞受賞の作曲家、スティーブン・シュワルツとの共同作曲である。ありがとうございます。